えのニューズウィークの方にもですねはいあの日本版の方で僕はいいつも撮ってるんですこちらもモストラ出てきましたよ偶然にびっくりしましたけ朝開けてびっくりしたんですけどはい昨日届いてましたねはいもしもトランプ大統領が復活したら世界はこう変わるというまあ副題がついてるぐらい我々モストラをほぼ毎週のようにやってきたんでずっとやってきたんでねはいあれなんですけどやはり一回少しまあもう一回見直そうということじゃないですかでオリもね本日これ放送会 である3月5日なんですけど、スーパーチューズデーがアメリカで開催されて、今までニューハンプシャーとかアリゾナとか、ある程度アイオワとか、大体有名なところで先にポツポツとやってたのが、本日で一気にアメリカ、15州ぐらいが一気にガガーっと予備選をやって、でももうほぼ大勢決まる、すでに共和党の方も、民主党の方も、まあ、 この前回と同じ組み合わせで決まりじゃないですか、はい、新鮮味が全くないですね。というところではあるんですけどどうも、えーまあ、これ本番組でも何度もあの指摘してますけど。うん だんだん民主党側の、うんえー、バイデンの、はいえー、しかもこれは残念、まあ、言うとあれなんですけど、まあ、やはりちょっと高齢であることがだんだんみあの、うん、目立ち始めて高齢、まあ、なのは別にいいんですけど、うん、ちょっとボケてるっていうことですよね、はい、ボケてるもそうだしやっぱ歩き方とかもだいぶやばくてですね、うん、この間の僕テレビでも皆さんご覧になられたと思うんですけどこれ日本ではほとんど報じられてないかなあちら行ってるんですよあの南の 国境付近に行って、うんまあ、ほぼ同じ日に、先週の水曜日なんですけど、同じ日に、えー、そのアメリカの国境の状況、はい、南部の、ねうん、国境の状況を見に、メキシコとの国境地帯見に行って、視察しに行ってるんですよ、その時にもうね、バイデンがね、もうよぼよぼなんですよ、はい、やっぱ見た感じ、うん、そういうところも、やっぱり有権者の方に、やっぱ少し響いてる部分があって、はい、民主党、だいぶバイデンじゃまずいだろうっていうことになってて、うん、今、8割ぐらいの人がもう民主党でも、えー、バイデン、やっぱ高齢すぎるっていう。 話が出てきてきますでそのような中でおそらくそうなってくるとやっぱりいよいよこのモシトラ状態が、はい、まあ実現してくるっていうことじゃないですか、はい、そうするとですね我々やっぱ見てかなきゃいけないまあじゃあやっぱりトランプになったとしてまあ分かんないですよまあ今言われてるのが日記、はいはい、ヘイリーがもし共和党のトップ 勝ったとしたら勝たないでしょ日経ヘリーは無理ですよそれはたら、はいはい、バイデンよりも日経ヘリーが勝つという、ね、それはもちろんはいあのやっぱ若いですし若い,若いといっても52とかですけどまあ全然若いじゃないですかあまあまあまあ,あのトランプに比べれば若いですよね、はい、す本当にでも 今回トランプが勝っちゃうと、うん、バイデンと激戦なんですよね。うん、またこれがまたこれが激戦なんですよ。はい、はい、でそうなりますよね。うん、でトランプ支持者ももうまあい,、ま、いつも、ま、前にも増して熱いという状況じゃないですか。はいうん、だからあのバイデンは日キヘイリーが勝つよりも。うんはい トランプの方が戦いやすいのでトランプで「よっしゃ」っつって言ってるというそういう情けない記事がすいねトランプが来ると自分の高いやいやでも82歳と77歳の戦いって何ですかっていう話ですよ。ういう状況ですよ。今回いろんなロイターとかでも記事出てきたんですけどこれアジェンダ47っていうのが。 トランプ陣営のです、ね、ホームスページ、はい、公式の制作サイト、はいまあの我々本番組でもヘリテージとか、それとかアメリカ・ファーストを・うん、ポリシー・インステ,ティテュートとか、はい、そのシンクタンクみたいなものはトランプ的なものをいっぱい公約で挙げてはいるんですけど、ドナルド・トランプ自身の選挙のホームページがやっぱりできてて。そこに えー、アジェンダ47つまりこれ47代目の大統領、うん、あのトランプ大統領って45代目の大統領だったじゃないですか大間、うん、さん44で,、うん、で45代目だったんですけど46代目今ジョー・バイデンで47代目なんでアジェンダ47、うん、僕が47代目の大統領に まあ、もう一回返り咲いた時にどういう政策をするのかっていうのを公式パープパッと出してます。はいうん、はい。あの、ホームページはだいたいこういう感じです。皆さんも、あの、あの見に行けば動画もパーッと再生されますし、まあ、いろんなところでトランプが言ってるんですけど、はい、このアジェンダ40で表明されてること、えー、いくつか言っております。はい、えー、まず、 あのいまあ、僕ね、結構ね、意外だったなと思ったのが、意外にやっぱり、意外にというわけじゃないですけど、中国に対しては相当厳しいことを書いてるっていうのは、うんはい、要するに2番目、中国スパイ活動の阻止みたいなところは、うん、あの非常に面白いなと思ったんですよ、順当にあの、まあ、革命的なということですかね、防衛費。 国防費超増額するというふうに言ってるんで、はいまあ、これは公共事業の流れなんじゃないですかね,すかねまあ前回のトランプ政権の時も公共事業増やすぞというふうに言ってたんですけど今回もまあそういう不利、はい、なのかどうなのかは分からないけども今回もまあ言ってると、はいまあ、やっぱり極端なことをやっぱり一度言ってみるってありますよねただねあの気になったのはこれですよ3番目の、うん、第三次世界大戦の阻止っていうこれ,はあこれはできんのかっていう話ですよねこれいくらこう公約したところで、はい そう、戦争に関してはもう残念なんですけど、相手がいますから、これ、僕、この本の中で何度も言ってるんですけど、はい、あの何度、あの相手がいてのこっちのアクションリアクションなんで、うんはい、自分が財産、次世代体制、しないって言ったところで、うん、相手がなんかのきっかけで仕掛けてきちゃったら、それ無理でしょっていう、はい、これね、公約に捧げるかっていう話ですよね、戦争放棄に近いですね。うん、そうですねネオコン、はい <laughs> が嫌いっていうのは分かるんですけど、うん、第三次世界大戦の訴訟を挙げてるのはちょっとおおっと思いましたねでそれと、えー、やっぱりねあの名前をつけるの向こう得意ですよね、はい、政策に、えー、例えばトランプ語恵通商法ってのあるんですよトランプレシピカルレ,レシプロカル、えー、とトレードローとかって書いてあるんですけど、はい、トレードプランとか書いてあるんですけどこれあの中国とかじゃなくてあらゆる輸入品に対して、うん 10%の。関税。関税かけ付けをしてるんですよ。そんな無理でしょ。無理ですよね。だって、ただでさアメリカは、今、あの、物価が上がってるんですよ。物価が上がってるのに、輸入物ばっかりじゃないですか。アメリカ物を大して作ってないんですよ。そで、それが全部10%乗ると、まあ、大変な物価だったりになってですね。本当ですよあの、飯食えなくなりますよ。アメリカ人。はい。 っていうことなので、うん、なんかやっぱりその、すごくこう過激なことをやっぱりばっと言ってるんですよ、うん、でそれに関して、やっぱりこうあのなんて言うんですかね、はいえー、大丈夫かいなというところをすごく感じた次第でございます、うん、ただ、一つですね、気になったのが、ですねこれに関連してやっぱり乗ってくるのが。 えライイトハイザーという人ですよ、はい、あの通商代表で、まあ、前回も中国に対して厳しいことってやってたんですけど、この人、実は30年前に、ちょうど30年前に、ブッシュ政権じゃなくて、あブッシュ政権からのつなぎなんですけど、うんあのあ、日本に対してものすごくこう厳しい、関全かけるぞみたいなことをやって、はい、やって戦ってた人たちが、はい、30年後に、またこの人、復活してきそうだという、<laughs> ライトハイザーで <laughs> 昔の,名前で出て昔のどっかの演歌の歌みたいな名前三30年ぶりに同じ人、 同じことを言って同じことを今度は相手を変えて今度は中国に対してやるってことやっぱり、出てくるとまああの前回のトランプ政権でもまさにやってたんですけど、はい、また今回出てくると、はい、でそこで何言ってるかというとですね、うん、え今度はですね戦略的デカップリングをやるというふうに出てきました、はいうん、ストラテジックデカップリングというあの言葉があります、はいはい、これをやっぱり言ってるってことは、うん、ライトハイザー自身は今回も。 まあ、さらに中国に対して厳しくいくぞというところを示してるって意味ではですよ前、ほらやっぱり我々番組なんかでもいや中国に対してあのかなりソフトに行くんじゃないかとか、うん、台湾見捨てるんじゃないかみたいなところトランプの言葉ですからねトランプ政権の時にデカップリング言葉って言葉がはやっ行 バイデン政権になって同じ言葉使うの嫌だったから、はい、デリスキングという言葉にしてましたけどま,、ね、またまあトランプになるんで、はい、デカップリングに戻ると。はい そうなるとです、ね、でまあ我々やっぱり、もう一回トランプ再選したらどうなるのかという話なので、うんはい、我々番組、何度も採用してます、えー、トランプが再選したら、えー、今まで中国に覇権が渡るんじゃないかという、これ一番最後のね、まあ、前回あの、はい、この人実務担当の人材が劣化するんじゃないかというところ、危惧してた部分があるんですけど、今回はもしかしたら、一番下の中国に覇権が渡るっていうところは、うん、一応ですよ、今の公約レベルでは、ガンガンやってくれるんじゃないかという期待は。 持てる部分なんですよね家庭渡る 渡るっていうところはなくなるんじゃないかと、<で>要するにここが、うん、<の>止めるという、渡らないように止める運動をするという。はい、少なくとも、公約レベルでは相当中国に厳しくいくっていう、はい、あの今のバイデン政権、バイデン政権も結構、がんがんやってるんですけど、うん、それが生ぬるいというふうに言ってるようなので、うん、一応、の今のトランプの政策を、ほら、トランプ自身はどう思ってるかは知らないですけど、はい、周りのスタッフはとにかく。 トランプに対して相当ガツガツいくんじゃないかという期待はちょっと持っとてる、ね、このね、はいその、中国に派遣が渡るっていうのも当然阻止しますし、うん、その上の、はい、台湾有事に介入は微妙って書いてあるんですけど、いやいや、これは絶対介入しますよ。ということが、一応、その、はい、だから分かんないですよ、まだ。分かんないんですけど、うん、トランプ自身はさておき、一応、その周りのスタッフ、政策を書いてる人たちは。うんはいうん 一応これ絶対ここはっていうふうに確保を決めてるんで、ぜひそこはですねトランプがいや、台湾なんかいらないじゃないかって言ったところ、羽交いじめしても出ます、ね、でも止めていただきたいなと思いますこれ、絶対止まります。<laughs> <と>もう間違いないです、おっと、っとこれだって半導体が手に入らなくなるわけですから、はいはいはい、ああそう,かそうか台湾の工場が止まったら、最先端の工場が、TSMC の工場がなくなる<ー>そうすると、アメリカの IT 企業全部吹っ飛びますよ。 アメリカの大戦略とシンフォースースタニングなぜ今この米中10なのかということでありますと、まあ、この「シン・フォース・ターニング」「フォース・ターニング・イズ・ヒアー」っていう本が出たんですけどそれの解説をね,いいね、はい、させていただいたりする部分もあるんですが、はいまあ、とにかく、あのー、20年ごとに、うんえー、80年、はい、今4回、あのーまあ、春夏秋冬,冬があって今ちょうど冬だと。 ガガラガラポンが起こりますよという厳しい時代でとと、はい、いうことでちょっとまあ準備しましょうということで知識を入れて、えー、心と体を準備していきましょうということで、えー、役立てていただけたらと思っています,すアメリカの戦略書を解説させていいただいてります、うん、そうなんですよね、はい、まあ特に、えー、と米中に向かっていくアメリカの,その戦略図みたいなものが、はい。はい まあ明確にまあ見て取れるので,そ,で、ね、えそれに関する本と論文を解説したと、はい、それから、まああのー、やっぱ構造変化が起きています、今もインフレがあったりとかあとまあ気候変動なのか、えー、まあ食物がちょっと危機になったりとか、うん、いろいろありますので、はい、まあそういったものも理解しながらですね、うんうん、やっぱ冬の時代って恐ろしいなということをちょっと頭を切り替えていただきたいなというところですかね。はい、あと、まあ、アメリカの一極 体制がどうしてもやっぱり相対的に、うん、アメリカ自体は強くはなってるんですけど他の国も伸びてるんで、はい、やっぱりその相対的にアメリカ一極で世界を、まあえー、支配してた流れがやっぱどうしても落ちてきていて、うん、地域覇権を取ろうとする。はい まあ、挑戦する大国が出てきているということですねそれに対して我々はその大きな構造の変化にあるっていうのを知らないじゃないですかその辺をしっかり認知してもらおうというのが一つのねいですねあとまあ構造変化っていうのは明治迎えたね幕末から明治維新とか、はい 大臣大戦から戦後復興という形で我々の人生で言えば一回きりのガラガラポンの危機だけどチャンスでもあるあ<ー>人生80年平均寿命で言えば80年じゃないですかはい、はい、80年に一回のガラガラポンというのが、まあ、今来ましたよという。なのので人生に一回きりの、うん チャンスと。危機はチャンスじゃないですか。<laughs> <ー>はい、ということで、役立てていただけたらと思っております。はい、今日はまさしの戦略ラボというのも始まりました。普段からニュースでこういうニュースがあって、これってこういうことだよねというふうなやりとりとかをちょっと、まあ、この中でやっていって、普段から戦略に触れていってほしいなということで、うん、え始めております。はい